眼科医の平松です。今日は目に何か入っちゃった時どうすればいいか、特に薬とか洗剤とか油とか、まあそういう時どうすればいいかっていうのの救急の対処についてお話ししようと思います。こんな感じでまあ救急の対処を含めていろんな方法を下に載せてたりしますんで、チャンネル登録とかしていただけるとと思います。じゃあ目に入った時どうすればいいか、一つで言うと目を洗うってことなんですね。でも洗い方皆さんちょっと間違ってたり勘違いしてることが多いんで、それちょっとチェックしてください。目を洗うっていうと、こう流水で目を洗わなきゃいけないってイメージがある方が多いですね。でも実際は流水じゃなくても全然結構です。例えば洗面器みたいのにお水を溜めてお顔をつけてパチパチと目をする、それだけでもね十分ねお薬はね薄まるもんなんですよ。流水とかですとあんまり強いとですねかけづらいし、お家のなんていうかな水流すとこってそんな目入れるようなスペースないこと多いじゃないですか。だからむしろ私たちとして推奨してるのは水溜めてパチパチしてそのお水をこう何回か変えていただいて、でもって薄めていただくっていうことを一番に進めています。だから流水も一つですけども、まあできれば洗面のお水で何回かそれ変えてきれいにするってことですね。で、よくやりがちな間違い方法としては、じゃあ眼科に行こうと言って、眼科に行くと。で、結構遠いと。これ一番ダメなんです。何かっていうとですね、お薬入ったらまず薄めるのが第一なんです。だから、お薬入ったから眼科に行くのは、これ正解なんですけども、とりあえず洗ってから眼科に行く。これが一番大切です。なぜかというと、入ったお薬にもよるんですけど、徐々に浸透していったり、後々だとちょっと洗ってもなかなか難しいってこと結構あるんですね。ですから、1分1秒でも早く目を洗うことが結構重要なので、とりあえず目を洗うってことですね。あとは仕事場とかちょっと特殊なお薬、製剤を使っている場合は、そのボトルとかこう内容量が書いてあるような紙を持ってきていただけると治療がすごいスムーズです。なぜかというとですね、その入ったお薬がアルカリ性か酸性かとか、これによって全然治療が変わって、治療は一緒なんですけども、その後の予後とか経過が結構変わるんですね。酸性ってよく硫酸とか塩酸とか結構まずいイメージあると思うんです。で、酸性は確かにまずいんですけど、結構一時的ですね。その時ちゃんとしのぎ切れば大丈夫です。でもアルカリ性とかの場合って時間を経て悪くなること結構あるので、こまめに診察しなきゃいけないってことなんです。一方で、アルカリ性のものを入れたから酸性のものを入れればいいとか、中和しちゃダメですね。目の玉の中で中和ってダメなので、薄めることがとっても大切になるので、ちょっとそれも勘違いしないでください。もう一回まとめると、目に入った時の対処法で絶対目を洗う。これ基本なんですけども、勘違いしちゃいけないのは流水じゃなきゃいけない。これも違うってことですね。また、アルカリ性だから酸性入れるとか、これも全然違うってことです。そして、できればボトルなりね、ラベルを持ってきて眼科にかかっていただくと、結果は良くなるんですね。本当にね、薬入れただけで目、失明に近いぐらい悪くなっちゃう方っていらっしゃるんですね。やっぱり私が大学行った時とかも緊急で夜洗ったりいろいろしましたけども、それでもやっぱり視力が落ちちゃって、本当に苦労される方もいらっしゃるので、いやいや薬入ったぐらいと思わずちゃんと対処していただければと思います。今日は目にお薬が入った時の対処についてお話しました。